今回は大須商店街を訪れたがや。名古屋は観光地は少ないけど、数少ない観光地の中でも観光客が大体訪れる場所だがね。ここ大須商店街は巨大なアーケード街になっていて、洋服の古着店や雑貨店、パソコンショップやメイド喫茶、アニメショップなどのサブカルチャーの店が多く並んでいる。商店街の大きさは東西は700メートル、南北は500メートルとなかなか広い。ただ隅の方まで回っても特に大したものがあるわけじゃないんで、目立った通りをふらっと巡るんであれば 2,3 時間もあれば十分回れる大きさだがや。市の中心地の栄からも近いもんだで、時間つぶしに立ち寄るにはちょうどいい場所でもある。早速アニメショップみたいなのがあるがね。大須といったらこういった PC ショップもどえりゃ多いイメージ。商店街を歩いていると巨大な竜があった。なんか上の方から蒸気みたいなものが出とる。こりゃでかい。上と下に合計で3匹も竜がおるがな。竜の下には説明書きの看板があって、こちらの竜の名前白竜と呼ぶらしい。この竜は定期的に光り出して口から水を吐き出すという演出があるらしいがね。次の演出はちょうど2時間後なのでちょっと待てない。この竜のある建物は万松寺というお寺らしい。見た目がピカピカでディスプレイまで設置されている最新鋭のお寺だがね。万松寺は織田信長の父織田信秀が建立した由緒正しきお寺のよう。七夕の時期というだけあって短冊が飾られとる。中も見ての通りどえりゃ派手になっとる。天井にはえらい数の提灯が飾られとって、まさに和を感じられる空間になっとるがね。こちらには願いを叶えるごま木が販売されとる。書かれとる文字が色鉛筆みたいにカラフルになっとるがね。これを燃やすと願いが叶うとな。鳥居もちゃんとあるがな。少し控えめの大きさで可愛い。こちらのお寺は将棋の対決の舞台にもなっとる。真夏の熱き戦いがここで行われる。そしてこちらが大須のシンボル的存在の大須観音。なんだけど鳩がやばい。どえりゃ飛んでくるがな。ここに集まっとったんかい。こんなとこで餌売られとるもんで、これ目当てで来よるんだわ。鳩にだいぶ近づいとるんだけど、逃げる気配が全くない。多分餌巻きおじさんと勘違いされとるかな。周りも鳩だらけだがね。足場の少ないとこによう立っとる器用な鳩もおるがね。大須観音は大須のシンボル的な寺で、正月ともなるとどえりゃ人でごった返す。この階段のとこもなかなか前に進めなくなる。ちなみに大須観音ちゅうのはそのまんま駅の名前にもなっとるもんで、初めて来る人でもあんまり迷わんと思う。手前には東京浅草の雷門にぶら下がっとるのに似たどえりゃでかい大提灯がある。提灯の下には線香を立てる場所があって、線香の煙を体の悪いところにかけると良くなると言われとるらしいがね。子連れの親が特にどこも悪くない子供にどこに煙をかけりゃいいか聞かれて、とりあえず頭かけとけと言われる光景をよく見る。
この煙で頭も良くなるがね。大須観音を出て、今度は商店街を歩いていく。大須の大きな通りにある店は、大昔は洋服を売る店がほとんどだったらしい。ただ、いろんな場所に洋服店が増えて、洋服の売り上げが落ち込んでいったり、店を引き継ぐ後継者がいなかったりしたもんで、店舗を徐々にテナントとして貸し出すようになっていったらしい。高齢者が訪れることが多かった大須に、ちょうど少しずつ若者が訪れるようになっとって、テナントに若者が目を引くような店が増えていって、今のようなアニメやカードゲーム、メイド喫茶の店が増えて、洋服店と他の店などいろんな店がある商店街に発展したらしい。海外のお土産にありそうなキーホルダーがあるがね。目のところに穴ぼこが開いとるがね。ハンカチとか風呂敷が売っとるけど、どえりゃ安い。1000円以上のものが一つもありゃせん。今の季節にぴったりな浴衣やジンベエも売っとる。商店街でもたまにジンベエを着ながら歩いとる人もおる。一度は着てみたい人生だったがね。商店街は個性の強い店もある。こちらアクセサリー屋なんだけど、おかしいのよ。これ店内の入り口なんだけど、どえりゃ小さい。子供は入れるかもしれんけど、大人はかがまんと入れんようになっとる。アクセサリーにはそんな興味ないけど、こりゃ入り口入りたいから店に吸い込まれてまうがな。これは東京にもあるアメ横ビル。アメ横といったら電気屋が入ってるイメージしかないが、最近のアメ横はお店がなかなかぶっ飛んでたがね。電化製品の売っとるエリアの奥には占い屋が並んどるがね。蕎麦屋に入ったらカレーが出てきた感じだがね。2階に上がるとトレーディングカードの自動販売機があった。中身はまだないけども、これ買ったらカードがキンキンに冷えたりしとるかもな。昆虫食の自動販売機、しかも右上に CPU のおまけ付きって書かれとるがな。自動販売機から昆虫と CPU がセットで出てくるなんて、時代は変わったもんやで。こちらにはガチャガチャ、大須来たなら CPU ガチャ、名古屋といったら味噌カツみたいなノリで書かれとるがな。 CPU のパーツだけ出てきても取り付け方知らんもんで普通に無理。ラジオとかビデオデッキのジャンク品が大量にぶら下がっとるがな。こちら全部売り物らしい。見る人が見たら俺うちの商品がありそうだけど、俺にはわからん。売り物は機械だけと思ったら、どさくさに紛れて傘とかも売っていた。一方で反対側は綺麗に陳列された帽子や、2つの店舗のギャップがすごい。別のビルにやってきた。こちらには UFO キャッチャーやガチャガチャだけしか置かれていない部屋があるがね。好きな人にはたまんねえ空間になっとる。そんなビルの同じフロアに、こっちも好きな人にはたまんねえ空間にもなっとった。これは名古屋競馬の場外発売所。さっきのとこが子供の遊び場であれば、こっちは大人の遊び場になっていた。馬券場の奥にはナイトクラブみたいな部屋が見えたんで、行ってみると、こっちは巨大なゲーセンになっとるがや。ゲーセンなんてしばらく来てないんで、わかるのはこういう単純なメダルゲームぐらいだ。いろんな店がたくさんあるのが大須。
まさに何を食べようか迷ってしまう観光地のビュッフェだがね。なんか雑居ビルの地下に行く狭い階段がある。ライブハウスに行くときによく見る光景だがね。地下は狭い。お店があるみたいなんで、どんな店があるか覗いてみる。中はネイルの店が一軒あるくらいで、あとはほぼテナント募集の空きスペースになっとる。上の階にも店舗があったので、そっちに行ってみる。1階に上がると、こっちにはたくさん店があった。飲食店や占い屋、奥には雑貨屋なんかがあった。こういう場所でいい店を見つけると、掘り出し物を見つけた感覚になりそうだがや。世界コスプレサミットのポスター。毎年名古屋で開催されている世界最大級のコスプレイベント、今年で20回目で、外務省とかも講演するくらいの有名なイベントだがね。こりゃどえりゃクオリティが高いがね。そりゃ目立つところに採用されるのは納得だがね。名古屋のご当地名物スガキや、手頃な値段で腹が膨れるもんで、学生とかの強い味方だがね。この物価高の時代にラーメンが1杯360円とめちゃくちゃ安い。麺の量を減らせば1食260円で済ませることができる。夏になったら発売されるザルラーメンは見逃すことができない。一食でごま、醤油の2種類のつゆが楽しめてお得感がある。とんかつ屋のヤバトン。テイクアウトメニューの観音セットが1200円。串カツ3本。生ビール付きで900円。どえりゃいいお値段になっとるがね。大通りから外れると八百屋もある。新鮮な野菜がたくさん売っとるがね。今度は栄の大通りの方に来た。ここはパルコとかデパートがある栄の一番メインの通りになる。この金の銅像の裏にある建物が高さ70メートルのデザインセンタービルと、高さ108メートルのビジネスセンタービルで構成されたナリアパークという商業施設だがね。中には県内で一番でかいロフトが入っているから割と重宝するがね。このどでかいテーブルみたいなのがオアシス21。ここはさっきのポスターにもあったコスプレサミットの会場にもなっとる。ハロウィンの時も勝手に仮装の聖地みたいな感じになっとって、人が多くてどえりゃことになっとるがね。ここオアシス21は観光施設っていうより、どっちかっていうとイベント会場に近い。これ上まで階段で登れるんで、階段で登っていく。テーブルの上まで来たがね。オアシスという名前の通り、床の大部分に水が張られとるがね。涼しげな雰囲気が感じられると思いきや、実際のとことんでもなく暑いがね。テレビ塔の下には屋外で飲める場所が最近たくさんあるもんで、一杯飲みたいときはあそこで飲むのがおすすめだがや。ここ一応ベンチも座れるようになっとるけど、こんなどえりゃ暑い日にここに座っとったら死んでまうがな。夜はライトアップされていて、テレビ塔とかもライトアップされて綺麗に見えるもんで、ここは基本的に夜に来た方がいい場所になる。今度はオアシス21の下に来た。
週末はほぼ毎週この真ん中のとこでイベントをやっとる。下の方にはお店もそこそこ入っていて、ここに入ってる店でよく聞く名前の店はこのジャンプショップくらいか。街のど真ん中なのに観覧車があるのがサンシャイン栄。観覧車の下はこんな感じでパチンコ店や商業施設になっとるけど、ここにはあまり用事があることはないがね。地下があって駅と直結しとるんだけど、ライブステージが設置されていて、よくアイドルがライブをしとる。名古屋は地下街がめちゃんこ広い。さっき言ったオアシス21、サンシャインや大型デパートもすべて地下でつながっとるもんで、わざわざ暑い日とか雨の日は上から行かんでも地下から行った方が便利。これ一駅分丸々つながってるんで、このまま地下街を歩いて地上に登った後、名古屋城周辺まで行く。地上をしばらく歩いて着いたのが金シャチ横丁。そんなに広くはないけども、和風の建物が並んでいて、味噌煮込みうどんや味噌カツ、うなぎのひつまぶしなど名古屋名物の店をはじめとした飲食店がたくさんある。全部うまそうだがね。奥はバーベキューができるスペースになっとるがね。金ピカのシャチホコがこんなとこにあるがな。これただの置物じゃなくて、金シャチの口から水道水が出るらしくて、マイボトルを持っていれば水を飲めたらしい。普通の水道水より絶対うまく感じそうだがね。近くにはドルフィンズアリーナという競技施設がある。ちょうど今の時期、大相撲の名古屋場所が行われとった。ちょっと場所を移動して、ここが鶴間公園。名古屋市が最初に設置した公園で、公園が国の登録記念物になっている。春は桜の名所で、日本桜名所100選にも選定されている。県内で一番有名な公園だがや、よくアイドルのライブやコスプレイベントがこの公園でも開催されている。この怪しくライトアップされているのが名古屋市公会堂。コンサートとかがここで開催されたりする場所だけど、建造物としても今から約90年前に建造された建物で、国の登録有形文化財になっていて価値ある建物になるがね。こちらの噴水も怪しくライトアップされとる。この噴水もえらい年季が入っとるけど、これも今から100年以上前に作られたものになるがね。コスプレイベントの時はこの噴水の周りが一番人気だがね。ここまで見ていただきありがとうございました。最後に動画の下にあるグッドボタンとチャンネル登録をよろしければぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。